一眼レフカメラ、一眼レフカメラ、一眼レフカメラ、A、シンクル、レンズレフレックスカメラ、SLR とは、スチルカメラの構造による分類の一つで、撮影に使用するレンズと撮像面、フィルムもしくは、個体撮像素の間に、鏡、ミラーを置き、実際に撮影されるイメージを光学ファインダーで、確認することができるものを言う。 撮影用の光学系とファインダー用の光学系が一系統であるため、一眼、ファインダーから見える像が撮影される写真の像と一致する。ドイツ語のスピーゲルレフレックス、スピーゲルレフレックスカメラ、鏡の反射という言葉通り、反射鏡を使ってファインダースクリーンに結像させる機構が特徴であり、レフの語源もここにある。 フィルムカメラ、デジタルカメラの両方に存在し、20世紀中盤以降から現在に至るまで、レンズ交換可能なカメラの主流となっている、方式である。なお、一眼レフと異なる構造を持つカメラとしては、二眼レフカメラや、レンジファインダーカメラなどが挙げられる。また、ミラーレス一眼カメラは、デジタルカメラの一種であり、構造が異なるため、ここでは取り上げない。 利点としては、欠点としては、これらの特徴のため、初期の一眼レフカメラは接射用、望遠用として使用されることが多かった。現在は、ほとんどの機種に、ペンタプリズム、連鎖機種では、ペンタミラーが装着されている、アイレベル。ただし、これは一眼レフの機構として必須ではなく、初期の頃にはプリズムを持たない、ウエストレベルファインダーが主流であった。 一眼レフカメラの光学機構の源流はカメラの前身であるカメラオブスクラの時代に遡る。カメラオブスクラの中には航路の途中に反射鏡を設置し、レンズの光学軸に対して90度の方向に像を結ばせるようになっていたものがあるのである。ダゲレオタイプの発明以降のカメラの歴史に限って見ると、 一眼レフカメラの最初期のものの一つは1861年にによって考案されたものだと考えられる。それ以前のカメラは像面にフォーカシングスクリーン、ピントグラスを取り付けてレンズの操作を行った後、その場所にスクリーンと交換する形で観光材料を設置するものであったが、サットンは航路上に可動式の鏡を取り付け、カメラボディはつらのスクリーンに像を結ばせるという、 工夫をし、これにより、撮影直前まで像を見続けることができるようになった。初の実用一眼レフカメラとされているのは1885年にカルビン・レイ・スミスが発売したパテントモノキュラー・デュプレックスである。このカメラはミラーをシャッターとして使う構造である。その後1890年代にかけて様々な一眼レフカメラが作られた。 二眼レフカメラが登場したのもこの頃である。1890年代も終わる頃になると、フォーカルプレーンシャッターの登場によって一眼レフカメラの高機能化が加速し、現代に通ずる一眼レフカメラの形式が確立してくる。これらの一眼レフカメラは、写真看板を用いる木製箱型大型カメラで、イギリス、アメリカなどで作られている。 この頃の代表的機種としては1898年登場のグラフレックスなどがある。イギリスではジェームズカイシューのフォーカルプレーンレフレクターが1902年に発売されて、以来1904年にはマリオンのソフォレフレックス、エアダムスのマイネックスやバイデックス、ニューマンガーディアのスクエアレフレックス、1908年にホートンのフォールディングレフレックス、 ソロントンピッカードのルビーレフレックスと競合各社が追随した。また、ドイツを中心として、ボディを折りたたみ式としたホールディングタイプの一眼レフカメラも多く作られ、実例としては、メントールカメラファブリークゴルツブロイトマンのメントールフールディングレフレックス、イハゲーのパテントクラップレフレックス、再水根のミロフレックスが挙げられる。ナチス政権下のドイツにおいて、 ドレスデンのイハゲーが1933年に発表し1934年に発売したスタンダードエクサクタがロールフィルムを用いた近代的一眼レフカメラの最初である。このカメラはバイオネットマウントによるレンズ交換式でフォーカルプレーンシャッターを装備しており、フィルムをレバー巻き上げし裏蓋を開閉できるなど現代的一眼レフカメラの洗面をつけ、 127フィルムを使用し 46.5cm 版で8枚撮影できた。35mm フィルムを使用した世界最初の一眼レフカメラはソレン・レニングラードのゴムズ国立工学機械工場アトノロモが1935年に発表し1936年に発売したスポルトとされている。二枚の金属板を使いミラーアップ時に先幕が閉じ。 続いて、5幕が縦走行するという、縦走り方式のフォーカルプレーンシャッターを搭載。シャッター速度も最高1、500秒から最低1、25秒まで変えることができ、フィルム送りとシャッターチャージは上部の縦方向のダイヤルにより同時に行われる。バイオネット式の交換レンズ機能を有し、フィルム装填は普通の 35mm フィルムを専用カートリッジに移し替えて、 装填、50枚まで連続して撮影できた。専用カートリッジは自作することもでき、ダークバック等で映画用 35mm フィルムを最大50区分切断し、リールに差し込めば容易に撮影できた。反射ミラーによる上部からの一眼レフ式ファインダーの、他標準レンズ用の透視式ファインダーも装備し、約1万6000台販売された。 同年の1936年、スポルトに続いてイハゲイもスタンダードエクサクタの基本性能をそのままに小型化し、ライカ版を使用するウエストレベルファインダーの一眼レフカメラ、キネ、エクサタを発売した。このバイオネットマウントのライカ版エクサクタシリーズは1950年にファインダー交換式としてペンタプリズム式をもラインナップし1960年代末まで、 連綿と製造販売され、多数の交換レンズ群をも提供し、数多くのバリエーション機種を供した。以降ほとんどの一眼レフカメラは、この135フィルムを用いたものが大勢を占めるが、高画質を求める用途では120フィルムを用いた6、7センチメートル半や6、4.5センチメートル半の中盤一眼レフカメラや、110フィルムを用いたものも登場した。最初の、 成立肖像はエレベルファインダーを持つ最初の一眼レフカメラ、クイックリターンミラーを備える一眼レフカメラは1947年か1948年にハンガリーのガンマから発売されたデュフレッスである。どちらも画期的な機構ではあったが、生産数が非常に少数であったことと、東西冷戦のため市場には全く影響を与えず、このカメラの存在が、 日本で認知されたのは1970年になってから出る。このカメラは現在一般的であるペンタプリズムを使わずポロミラー式であった。最初のペンタプリズム式一眼レフカメラは1948年の東ドイツドレスデンの栽水根によるコンタックス S であり、デュフレックスより企画段階では先行していた。コンタックス S は現在においても最も普及している。 スクリューマウント形式である M42 マウントを採用、フランジバック、ナイスン光景の国際規格を有する卓越したシステムカメラで無数の世界中の各種交換レンズと互換性を有し、ロールフィルムを用いたペンタプリズム式一眼レフカメラの基盤となった。日本では一眼レフカメラが早くから開発されてきた。これはレンジファインダーカメラの分野では、ライカ M3 など、 極めて完成度が高いものが、すでに存在しており、日本のメーカーがその土俵での勝負を避けて、別の方面からのアプローチをしたためだと言われている。霊明期の一眼レフカメラは、撮影の際にブラックアウトする、絞り込むと、ファインダーが暗いということが欠点として言われていたが、前者に関しては、極光学工業、後のペンタックスが九9四年に、クイックリターンミラーを装備した、 アサヒフレックス IIB を後者に関しては、頭脳工学工業が1958年に自動絞り機構を装備した頭脳ペンタフレックスを発売して解決した。1957年には極光学工業から世界初のクイックリターンミラーとペンタプリズムを両方搭載したアサヒペンタックスが開発され、特に一眼レフカメラに大きな欠点を感じずに使えるようになった。 ズノーペンタフレックスは歴史に名を残したものの故障が多く返品が相次いだと言われるが1959年ニコンから発売されたニコン F は非常に環境で報道の世界からスピードグラフィックとローイフレックスを駆逐する等業務用としても非常に広く使われた。以後クイックリターンミラー自動絞りの双方を装備するのが当然となっていった。 広角レンズに関しては当初ミラーアップして装着する対象型レンズのみのラインナップであったが、アンジェニューが発明した逆望遠方式で設計されるようになってからは非常に充実したラインプを持つようになった。日本製カメラの構成に西ドイツのメーカーもようやく一眼レフカメラの重要性に目覚め、再水コンは外部速攻式ながら 世界初の露出系連動型一眼レフカメラであるコンタレックスをエルンストライズ現代化はライカフレックスをやや遅れて登場させたが登場直後から市場での競争力は不十分であった結果としてエルンストライツは倒産し再水根はカメラ事業から撤退したニコン F が業務用として非常に高い地位を得た一方キャノンは キャノンフレックスを発売したもののあまり評価を受けなかったが、1971年にプロ用一眼レフカメラキアノン回 -1 を発表した。交換レンズの色再現を揃えたスーパースペクトラコーティングを施し特にグラフィックの分野で高く評価され、以後ニコン回3とキャノン入会 -1 等ライバルとして、しのぎを削りつつ発展していくととなる。 1960年代から技術革新が進み、TTL 露出系、自動露出、オートフォーカスなどの電子技術が一眼レフカメラに、やつぎばやに搭載され、さらには低価格化した。これにより、アマチュアにも扱いやすいカメラが多く発売され、一眼レフカメラユーザーの裾野を広げる一因となった。1960年のフォトキナにおいて、 世界初の TTL 露出系統再一眼レフカメラ、アサヒペンタックス SP、発売は1964年が発表されたのを、皮切りに、1963年には、東京工学、現、トップコンが、最初の TTL 露系統再一眼レフカメラトップコン、RE スーパーを発売、ニコン F も1965年に、フォトミックファインダー T を発売するなど、 TTL 露出系が浸透した。1975年には、オリンパス OM-2 がフラッシュ光でも、TTL 露出が可能な TTL ダイレクト速光を搭載して発売された。自動露出自体は、以前からあったが、キャノンが1976年に発売した、キャノン AE-1 は、世界で初めて CPU を積む、と徹底した電子化により、低価格で発売。 世界中で爆発的な売れ行きを記録しカメラ業界近く変動を起こした。1985年にはミノルタ、原稿にカミノルタが世界初の実用的なシステムを持つオートフォーカス1、ガンデフカメラアルファマイナス7000を発売してカメラ業界全体へ大きな衝撃を与えアルファショックと呼ばれるほどであった。ニコンは1986年従前のシステムと 互換性のあるオートフォーカス一眼レフカメラに今回マイナス501をキャノンは1987年従前のシステムとは互換性がないもののんずないモーターで迅速なピント合わせが可能な EOS650 を発売してこれに対抗さらに同年ペンタックスが世界初の内蔵 TTL フラッシュを搭載した SFX を発売した 国内で販売される一眼レフカメラのうち、オートフォーカスの割合はすでに1986年4月末には50%を超えた。機能を追い求めるうちいつしか、一眼レフカメラは重厚長大で当然になってしまっていた1973年、ビスを真鍮から鉄製にすると徹底した小型軽量化をしたオリンパス OM-1 が発売され、 以後一眼レフカメラの世界でも小型軽量化が進んだ。前述した電子化や合成樹脂製造技術の進歩もカメラの小型軽量化に寄与した。1993年にキャノンが発売した EOS キスは低価格かつボディの小型軽量化を実現し、主婦などこれまで一眼レフカメラを使ったことのない初心者層の開拓に成功している。他社もこれに追随し、 普及版のオートフォーカス一眼レフカメラの小型軽量化が進んだ。新規格である APS フィルムが登場すると小型化により一層拍車がかかったモデルが各社から発売された。新規格のフィルムということで各社のモデルもそれまでにない斬新かつ奇抜なものとなったが中でもオリンパス及び富士のセンチュリオンエピオン4000シリーズは レンズ固定系を採用しており、気長い感を持っていた。レンズ交換式でも専用マウントを用意したミノルタを筆頭に、ニコンキャノンも旧来のシステムとの互換性を維持した斬新なスタイルのカメラを販売していた。こうしてメーカー側も力を入れていた a p s 一眼レフカメラであったが、 デジタルカメラの予想外に早い進化と互換性の高い135フィルムカメラの小型化にたたられ APS フィルムは衰退。結局 APS は主流となり得ることなく淘汰されたが、フォーマットとしての APS がデジタル一眼レフカメラの主流となると多彩なバリエーションへ繋がるものであった。デジタルカメラの時代になってからは、 これまで培ってきた一眼レフカメラ開発のノウハウと、イメージセンサーや画像処理技術など、デジタル技術の融合が行われ、デジタル一眼レフカメラ、デジタル、SLR DS、DSLR が開発された。これにより、老舗カメラメーカーが電子機器大手に買収されたり、独自のイメージセンサー技術を持つメーカーが、クローズアップされるなど、戦国時代の様相を呈してきた。 その中で、オリンパスとコダックがデジタル一眼レフカメラの統一規格フォーサーズシステムを策定、公開し、賛同会社の一つパナソニックがオリンパスと共同開発を行って新たに参入したその後、撤退、オリンパスのみが残ったが、その後同社もミラーレス一眼カメラへの統合を表明し、両社とも小型軽量化を特徴の一つとするマイクロフォーサーズシステムに開発をシフトする子で、 事実上撤退した。2005年、ソニーはコニカミノルタとアルファマウントを採用したデジタル1、ガンレフをコニカミノルタと共同開発するとの発表を行ったが、2006年1月にコニカミノルタはデジタル1ガンレフカメラことから撤退、ソニーがアルファマウントを引き継いだ。さらに韓国サムスン電子グループのサムスンテックウィンがペンタックスとデジタル1ガンレフカメラを 共同開発、部品の共通調達によるコスト削減が目的であったが、その後サムスンは一眼レフからは撤退。ペンタックスは、荒ヤとの合併統合、利口の子会社化という経緯をたどりながら、K マウントと中盤645マウントのデジタル一眼、レフカメラの多マウント展開を継続している。またカメラのデジタル化によって、これまでにない、 新たな機能が一眼レフカメラにも組み込まれることとなる。手ブレによる映像の乱れを軽減させる手ブレ補正機能は一部の交換レンズに組み込まれる方式だけでなくカメラ本体のイメージセンサーを手ブレに応じて移動させ取り付けるレンズすべてを対応させる方式などフィルムカメラではできなかった技術登場し各社で方式は違うがデジタル一眼レフの一機能として定着している。 一眼レフカメラは途中に反射鏡を組み込む構造上コンパクトデジタルカメラのように背面の液晶モニターを使ったルタイムライブビュー撮影は不可能とされてきたが2004年にオリンパスから発売されたオリンパス E-330 がレンズ交換式デジタル一眼レフカメラとして初めてフルタイムライブビュー機能を見し以後各メーカーが フルタイムライブビュー機能や一部の機種にバリアングル液晶を搭載するようになる。さらに2008年9月にはニコンがデジタル一眼レフカメラとして初めて動画撮影に対応た D90 を発表。その後各メーカーが対応機種を発売しデジタル一眼レフカメラの位置機能として定着している。2008年以降一眼レフカメラとは異なり光学ファインダーを廃して ライブビューのみで撮影を行う、レンズ交換式デジタルカメラの新形式が登場し、その後各社からも様々な企画の機種が発売され、そして一時は、戦国時代の様相を呈したものの淘汰が進み、後発メーカーの主力製品はこのミラーレス1、ガンカメラへと移行、現在、デジタル一眼レフカメラは、フィルム時代から続くメーカーの性のみが残っている。具体的には、ニコン、キャノン、 リコー、シグマ、フェーズワンジャパン、ライカ、ハッセルブラッド、ローライの発射となる、2015年12月現在。デジタル一眼レフとミラーレス一眼カメラとでは、どちらもレンズ交換が可能であるという共通点がある。ものの、ファインダー部の有無や構造などをはじめ仕組みでは異なる部分も多い。デジタル一眼レフが勝る点としては、広角ファインダーによるクリアな視野。 自操作方式による高速で動体追従性の高い、オートフォーカス、比較的豊富なレンズラインアップ等が挙げられるのに対し、ミラーレス一眼カメラでは、小型軽量性やデザイン自由度、撮影結果を見ながら、撮影可能な電子ビューファインダー、機械部品が少ないことによるコスト面でのメリットがある。なお、両システムを展開しているメーカーであっても、レンズマウントはそれぞれ異なるのが、 一般的である。2009年以降は、Canon EOS5D Mark II などの動画撮影機能が標準採用されているデジタル一眼レフカメラの登場に伴い、ビデオパッケージ、カラオケ用画像撮影、結婚式や説明用ビデオのつまみ等など、コスト管理にシビアな映像を高画質で撮影することを主な目的とした撮影に、業務用ビデオカメラの代わりに、 デジタル一眼レフカメラが使用されつつある。デジタル一眼レフカメラ用のカメラスタビライザー、ステディカムなどカメラサポート機材やヘッドホンやマイクロフォン、IC レコーダーなどのオーディオ機器や外部モニター、液晶ファインなどデジタル一眼レフカメラの動画撮影用の機材も登場している。アルファベット順に挙げる5、おさむき。